ん？何僕は余計なこと考えてるんだ。え？カルピできたらジャージの貸し借りとかしてみたい。でもそれって同じクラスだとできないよね。いかん、山田の価値が下がってしまう。来てしまった。僕もダメだダメだ。分かってできたらただの変態だ。一番見られたら厄介なやつ。市川？あの俺が解きたいんですけど。うわー、がっつり見えてる。もしかしてこんな簡単な問題を俺に任せておけってポーズか。かっけーっす市川さん。いや残念ながら間違ってるから。はあ、お腹いった胸を晒すな。ああ大盛りね。おかわりしすぎだろう市川。確かに全然気づかなかった。いつの間に入れ替わったんだろうね。今はな。でも山田はどの段階から気づいていたんだろう。